感がいいよね。なんかもう最後の壁車がさ、もう一回ツインテールに戻るってのはいいよね。そう、でもこの日だからハーフツインがめっちゃいたの。リリノもそうだし、ミハルさんもそうだし、スイスイもそうで、そう。で、私がヘアメイク一番最後でさ、あ、やばい、今日ハーフツインめっちゃいっぱいいると思って、私はもうハーフツインをしていこうっていう、なんか、心意気で行っちゃったんだけど、行ってたんだけど、この日、劇場に。でもなんか、思ったよりハーフツインの人が多くて、え、どうしようって思ったんだけど、でももう朝からハーフツインしていこうって決めてたしなって思って、めっちゃかぶせに行っちゃった。春どこって地味に久しぶりじゃなかった？しかもこの人数でやる春どことかめっちゃ久しぶりだった。ね、なんか皆さんのコールのある春どこってちょっと久しぶりだった。ひなた。いや、萌えちゃんのおろしもめっちゃいいんだよな。春どこいいよね。もともと24人、そっか、春どこそうだよね。人数多いもん。全員選抜だもんね。じゃあ、そう思うと結構人数近いんじゃない？だってこれさ、23人？あ、そうか、でも、あれだ。ポキと、ユーナと、花江と、はるかがいなかったから、ちょっと少ないか。まあでも、オリジナルにほぼ近い人数だもんね。そうなるとね。そうだよね。びっくりしたよね。あれ、なんでユーナって。花江とはるかいないんだろうってなるよね。いや、わかる、ユウナとポキとって言っちゃった。 いや、でもさ、びっくりなのがさ、この衣装もそうだし、シソシの衣装もさ、そうなんだけど、3期生も含めて全員で着れちゃう人数になってるのがめっちゃ怖くない？だってこれ2年前、3年前の、2、3年前のコンサートでさ、新しく作った衣装だよ。なのに、もう3期生も全員着れるくらいの人数になっちゃったっていうのが一番怖くない？てか、これはまあまだちょっとゆかさんとかもいた時だから、ちょっと古いけど、シソシナ衣装なんてさ、アルバムだから1年ちょっと前とかだよ。まあもうすぐ2年経ちますよぐらいじゃないですか。そう。なのに、なんかもう3期生も全員含めて着れちゃう人数になってるっていうのが怖くない？なんかアルバムリリースしてからそれだけ3期生の人数分ぐらい卒業してるってことなの。恐ろしいよね。アルバムリリースしたのなんてつい最近なはずなのにって思ってさ、ほんと怖い。そう。もちろん新規で作ったことなんてないから、もう既存の、だから卒業したメンバーの衣装を3期生がこう着てるんだけど、恐ろしい、ほんと。まあ、確かにツアーの時毎月減ってた。そうだね。ちょうどその頃だもんね、アルバムリリースして。まあそう考えると、まあ確かに着れるのか、って思うけど、でもアルバムリリースしたのなんてめっちゃ最近の記憶だからさ、ちょっとびっくり。3期生も着れちゃうことが。だってこの衣装もシソシナ衣装もそのいつもの思い出いっぱい公演でも着てるけどさ、思い出いっぱい公演は10人でやってるからさ、なんかこんなに大人数で着ることってなかったじゃん今まで。そう。だから、いや、切れちゃうぐらいになってんのがほんと怖い。1年半前、アルバムリリースしたの？怖っ。
でもそうだよね、ツアーの初日で3期生がお披露目になってるから、まあそれぐらいか。怖すぎ。いやなんかさ、ユーハがさ青春時計のセンターやってるのもエモいって感じするよね。なんか私と同じ属性を感じるんだけど、その一オタクだった人がセンターに立つっていうこのなんかエモさね。はじめまして、ありがとうございます。そう、上り詰めたファン2人目。恵まれたファン2人目です。いやでもいいよな、この人数横一列になるの。なんか私青春時計のこのラスサビで全員で横一列になるのが一番好きなんだけど、 NGT で活動してて。いやそれは違うな、なんていうの、あの NGT の楽曲をいろいろあるけど、いろいろ歌ってる中でも一番この青春時計のラスサビで横一列になる時が、あ私って NGT なんだなって一番実感するタイミングなんだけど、そう一番その感じる瞬間なんだけど、やっぱそれ人数が増えれば増えるほどその横一列ってめっちゃ長くなるわけじゃないですか。その分めっちゃ狭いんだけど、でもなんかいい、全員がぎゅうぎゅうに横一列になってる感じがすごい好きです。一番実感する NGT だっていうの。いやそう、本当人数多いとね、なんか迫力あるよね。青春だけの折り目、そうだね、マリナさんだけになっちゃうんだね、怖いな。確かに三列自己紹介 MC ってすっごい久しぶりだね。本当。これさ揃えるとかやってないか、私が勝手に喋り始めて、これ台本とかにないのね。台本とかになくて私が勝手に喋り始めるのに、ありがとうございますを強制するっていう、なんかみんながえこれありがとうございます言った方がいいやつみたいになっちゃって本当にすいません、いつも独断で勝手に喋って。そう台本とかにない、私がいつも独断で喋ってる。思い出いっぱい声の時もそうだよ、皆さん盛り上がってますかみたいな。この自己紹介までのなんか絶妙な、なんかいつも喋ってるじゃないですか、何何を聞いていただきましたありがとうございますのあと、なんかいつも喋ってるんだけど、あれはいつもあのなんて言うんだっけ、アカペラじゃなくて、なんてそう私が勝手に喋ってる、いつも。あそうアドリブアカペラ、アドリブが出てこなかった、アドリブです、いつも。そうだよ、だから全部いつも自分の言葉で言ってるよ。本当に3周年記念公演からやいたのって感じ。びっくりだよね、3周年の時ってさ、大釜の極寒イベントがあった時。あれから6年経ったんだ、すごいな、そんなに経っちゃったんだ、怖いよ本当に、時の流れだよ、怖いよ。ね、あの時やばかったよね、大釜。いろんな意味でやばかった、なんかもう寒さもそうだけど、なんかもう精神的にも
やばすぎて、本当にね、あれ本当にやばかったよね。よくよくやったよねあの状況の中で本当によくやったと思う。本当にてかできたのもすごいなって思うけど、そうすごかったねすごかったねでもまたああいうことはやりたいですよ。だ楽しかった、まあ楽しめる状況ではなかったのが本音だけど楽しめる状況ではなかったのがまあ正直な本音だけど、でも本来であれば絶対に楽しいイベントだったはずだから、ああいうのはまたやりたいとは思いますよ。ちょっとあのさ寒いのだけはごめんだけど暖かさを確保した上でまたああいうのはやりたい。いや、いろんな意味で記憶に残ってますよ、もう本当に。すごかったよね。そう、ああいうのはまたやりたい。やるとしたら10周年とかなのかな。逆になんで3周年でやったんだろう。それぐらい NGT48 が勢いに乗ってたってことなのかな。3周年であれできたのがすごいよな。あ、そう、聞いて、今もう自分の自己紹介終わったんだけど、実はいつもこういうメンバーが全員集まるときは NGT48 キャプテンの須崎美優ですって自己紹介で言うようにしてるって気づいてたなんか普段の公演の時とかは別に言わないんだけど、メンバーが全員集まってる時だけいつも言って、言うようにしてます。あ、気づいてた、すごい。フェスでは言ってるかな、言ってるかも。フェスの時も言ってるかも。外向けの時とメンバーが全員集まってる時は言ってるかも。でも通常声の時は別に言わない言ってない。で、こういうね、特別公演の時はキャッチフレーズをやらないっていう自己紹介だからキャッチフレーズやらないってなるとどういこうみたいなのがね、なんか難しいよね。名前ってよろしくお願いしますなしのやつ、それは別に決めてない。あの、さあ私たちが研究生公演の時になくしてただけであって、別に今回はその縛りやってないよやってないけど、でもなんか多分ニキドラはそのよろしくお願いしますを言わないやつで慣れてるから、あの、ミミクと藤崎美優です、はい私は何々ねねってあのいける。でもそれをあのその縛りを経験してない3期生とかは、何々ですよろしくお願いしますって言ったと、なんとかなんとかなんとかですよろしくお願いしますよろしくお願いしますが2回やるってでも別にそれ縛りこの日はやってない。ニキドラはそのよろしくお願いします、名前の後によろしくお願いします言わないのに慣れてるってだけナナミがナナミがすごい進行の邪魔してきたんだけど吐けるとき七海に衝突していっちゃった。え、ねえ待って、それで言うとさ、昨日めちゃくちゃ面白いことがあって、昨日ね、周年公演が終わった後、その帰る前にさ片付けとかしてたわけで、そしたらさ、私が普通になんかメンバーと誰かと喋ってて、なんか楽屋の真ん中に立ってたのね。そしたら後ろからスイスイが突撃してきて
衝突してきて。なんかこうこうバーってなっちゃうならわかるじゃないですか。なんか私も歩いててスイスイも歩いててわーってなっちゃうならまだわかるじゃん。私止まってたんですよ。私楽屋でなんか誰かと喋ってて止まってたんだけど、スイスがわーって後ろから走ってきて謎に追突されて、みたいな。めっちゃ意味わかんなすぎて二人で爆笑してた。なんでスイスイも何してたのかよくわかんなかったんだけど、なぜか後ろから追突されました。お互い全然怪我とかないからいいんだけど、いいんだけど本当に意味わかんなかった。なんで前見てなかったのか。壁だと思ったのかな、私のこと。え、違う、抱きついたとかじゃない、本当に追突してきた。めちゃくちゃ面白すぎて。そう、しかもなんか私もスイスイもツボが浅いから意味わかんなすぎて二人で爆笑してた。本当に面白い。なんで？めちゃくちゃ面白かった。しかもその状況を見てる人とかもいなくて、ただただ私とスイスイが爆笑しているっていう。面白かった。そう、帰りみたいだった。面白い。はぁ、リリノのハーフツイン、かわいい。かわいい。わかる、カイリの声めっちゃでかいって私も思ってた。ななみー、声でか。元気。そう、なんかさ、でもこの衣装って普段からさ、思い出いっぱい公演って着てる衣装じゃないですか。でさあ、なんかマックスもさ、この衣装でいつもさやってるからさ、なんかそのなんていうのかな、通常公演とのさ違いがさあんまないなって思ってたのね、って思ってたの。その衣装がかけられてて、なんかこのメンバーでやるみたいな時、違う、この衣装かけられてて、この衣装でマックスをやるって最初知った時、なんか通常公演とあんま変わんなくなっちゃうなって思ってたんだけど、でもなんかちゃんと、なんかこの人数だとやっぱ全然違うよね、普段の思い出いっぱい公演とね。衣装が一緒で曲も一緒だったとしても、なんか人数が違うだけでこんなに見え方って変わるんだなって思いました。すごい、わかる、列の入れ替わりめっちゃ懐かしいよね。かわいい。何このリリカ。楽しむぞー。めっちゃ面白いんだけど。
ちょっとわかんない、なんで南川ってユーナーでありがとうございますなの。本当にハルチュンってわからない。ありがとうございますの使い方絶対間違ってるよ。めっちゃ面白いんだけど。本当面白い。ありがとうございますの安売り。めっちゃ面白い。聞いて、さっきゆめたんに会ったんだよね。さっき私がネイル終わってから買い物に行こうと思って歩いてたら、前からピンクのコートを着た金髪のお姉さんが歩いてきて、で私さ、コンタクト、今日もそうなんで、コンタクトつけてなくて、でさ、なんか外歩くときこれでマスクつけてるとさ、眼鏡が曇っちゃうから、あの出かけてたとき眼鏡もつけてなくて、だから目見えなかったの全然。コンタクトもつけてなければ眼鏡もかけてなくて全然目が見えなかったんだけど、なんかぼんやりとすっごいゆめたんにシルエット似てるって思って、ピンクのコートの金髪のお姉さんが歩いてたから、あれゆめたんかなって思って、ちょっとさ向かいからさ歩いてきたから、だん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 なんかこうさ近づいてきて、だんだん分かってくるじゃん。なんか最初遠くから、あ、なんかゆめたんっぽい人いるな、でも見えないから分かんないなって思って、でもだんだん近づいてきて、あ、これはゆめたんだって思って、でもゆめたんさ気づいてなかったからさ、ゆめたんの目の前に立ってみた。何も言わずに、ゆめたんとか呼ばずに。なんかちょっとまだゆめたんって確証を持てなかったから、ゆめたんかもって思ってとりあえず近づいてみたら近づいてみたらゆめたんだった。めっちゃ面白い。でなんか何な、どこ行くのって言われたから、今から買い物するって言ったら、ゆめは松パイ行ってた。あれ、私も松パイ行ってた。めっちゃ面白かった。あんなとこで読めたの本当面白い。違う人じゃなくてよかった、よかったけど、なんかその違う人だったらなんかちょっとあの衝突しかけた人に、ね、なんか間違った声かけるよりかはいいかなって思って、ちょっとなんか近づぶつかりかけた人を装おうかなって思って。でもちゃんと読めたんだった。いやでも突進はしてないよ。スイスイは突進してきたけど、私は突進はしてない。近づいてみただけ。近づいてみたらやっぱ読めたんだった。4期生の写真、あ、いいえ、見てくれた？そう、あれ12月10日の時の写真だけど昨日のではないんかいっていうね。かわいい。いや、萌ちゃんのこの髪型さ、本当に大正解。めっちゃ大人に見える。めっちゃ似合う。しかもさ、3人さ、ちょっとずつ衣装の形違うのめっちゃ良くない？全員同じ、同じ種類の衣装だけど、衣装の形がこの
やつは何パターンかあって3人とも違うパターンの衣装着てるのめっちゃいい。本当にね、これをね、3人でできるのが本当すごいのよ。あ、そう、衣装もね、私たちは自分たちで決めたから、多分自分たちで決めたんじゃないかな。そう。漢字間違えてる。嘘！え、誰の漢字間違えてた？めっちゃ申し訳なさすぎる。ちゃんと公式と見比べながらやったのに。間違ってた。ごめん。メリー？メリーの字間違ってた？わ、めっちゃ申し訳なさすぎる。後で訂正します。いやー、しんどいよね、この曲歌うの。頑張った、ほんと。でもね、本当にね、ずっと練習してた、この3人。なんか、リハの時も、ずっと3人で合わせて練習してたり、まあ、一人一人でも練習してたし、そう、めっちゃこの曲のために頑張ってた。し、オリメンの日向さんも3人にアドバイスしてたりとかして、なんか、いいなって思いましたね。めっちゃ可愛いよね、この出方。かわいい、超かわいい。しかもこのあの別衣装にウサ耳ってマジで強い。超かわいい、本当にかわいい。大正解。かわいい。しかもこの曲2人とも元から踊れるから、リハ時間30分ぐらいで終わったの。めっちゃ早かった、リハ。もうだから構成だけ、振りはそれぞれで踊れるから構成だけで終わって、なんかリハ時間1時間ぐらい取られてたんだけど、30分かかんないぐらいで終わってて、さすがでした。先輩たちはやっぱさすがでした。リハ時間しっかり巻く。かわいい。なんかでもさ、私はさ、まみむめもでさ、この曲を聴きすぎてさ、このジャ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 ーンでさ、あの、ゆめがソロで歌ってて、かほとひのが出てくるイメージがつきすぎてる。ここでカホとヒノに出てきてほしくなっちゃう病気にかかってる。
見すぎ、ほんと、マミメモの。そう、しかもそのカホとヒノが出てきた後、ヒノが歌う理由絶対いつも指を指してたの、そこまで覚えてる。誰も赤い千代菜が敷いてだ、いつもヒノここで指さしてた。そこまでちゃんと見て、記憶に焼き付きすぎて。かわいい。耳の折り方が新芽なのもいいよね。かわいい、超かわいい。下の名、本当に下の名もう5回ぐらい見てる。自分でやってんのに。見て、ここでナナミが「ああ、みー泣いた!」って指さされんの。でなでなでされてるっていう。そういう演出じゃないです。本当はなんかあそこのエンジンで何喋るっていつも言ってたんだけど。いや、パーティー衣装なのが本当いい、大正解だった。パーティー衣装にして本当に良かった。しかもだってさ、パーティー衣装さ、私たちが研究生の時に着てたからって選んだけど、まさにさ8年前のこの日にさ初めて着られた衣装じゃないですか。1月10日のパーティーが始まるよ公演で、先輩たちがそもそも一番最初に着た衣装だからって考えたら、やっぱこの衣装でよかったよねって思う。なんか個人的な私たちの研究生時代のなんか思い入れがあってこれを選んだけど、よくここ帰り立て直したよね。パーティー衣装着たのは多分サラの卒業公演ぶりかな。ここのさポーズめっちゃ一人一人個性出ててめっちゃ面白い。それぞれがちゃんとやってそうなポーズっていうのが。たった一個ポーズ取るだけですんごい個性出てんの、ほんと面白い。実はこれ前日に振り入れしました。私とカイリーやったことないのに前日振り入れでここまでできた。まあ6年目なんで。ここの騒がしさ本当になんかニキドラって感じ。オリジナルの人ここそんな騒がしくやってるイメージないんですけど。騒がしいニキドラって感じするわ本当。ここのさ見上げるとこめっちゃ好き。よかったー、できて本当によかった。
からのね、情熱だからね、なんかもう泣かせに来てる感がすごい、なんかエモさの連続で。ね、わかる。ハモリすごい、本当に超綺麗。ここめっちゃ綺麗。ここのハモリがめっちゃ綺麗で、ヒノのヒもこれヒノにしかできないこの語り。本当に、いやこれヒノしかできないよこれ。ヒノは誰でもできるって言うんだけどそんなわけないから、あなたしかできませんこの曲しかもさ、なんかこれってさ、もともとのさ、そのオリジナルの3人でしか聞いたことがなかったじゃん今まで。だからこのさ2番のさ A メロのとことか、すごい青の声で再生されてたの今までずっと。青以外の声で聞いたことなかったじゃん。だからすごいレイちゃんが歌うとこんな感じになるんだって思って、すごいなんか新鮮だけど、なんかやっぱさすがだなって感じ。すごいすごいノリノリなファンの方が映ってためっちゃノリノリで映ってた、かわいい。かわいい、めっちゃノリノリで映っててかわいい。いやもうヒノがさすがすぎるわ。なんかさ、この3人がさ向かい合って歌ってるのほんと好き。しかもなんかさ、並びが絶対この定位置じゃない3人もうこの定位置で、そう並んで3人で向かい合って歌ってるのが本当に好き。すごい、本当にすごい、素敵。かわいい。かわいい。
ね、花江の歩き方がずっと可愛いんだよね。リハの時からそうで、そのなんか足縛ってリハやってたんだけど、ゆうなは割とスタスタ歩くの、足縛ってても。でも花江はね、ずっとって歩いてて、めちゃくちゃ可愛かった。もう歩き方で二人の性格出ててすっごい面白かった。でもよく振り袖着ながら歌えるよね。しかもめっちゃうまいのよ。いやすごい、よく歌えるよ。しかも意外と低いじゃん、大声ダイヤモンドって。ちゃんと低い音出るもんね。いや、これを二人で歌うのも大変だよ。てかね、なんか髪の毛がめっちゃ可愛いんですよ、この着物の二人。ヘアアレンジが、メイクさんがさすが、めっちゃ可愛い。かわいい。からの突然のタツをつけてる。意味わかんなすぎるわ、これ冷静に考えたら。なんで頭にタツ乗ってんのってなるよな。で、二人してこうやってタツでもお辞儀させるって。面白い。しかもここに関しては誰も触れないからね。メインはこっちだから、振り袖だから。頭に関しては誰も触れないっていう。かわいい。したい。したい。めっちゃ面白かった。かわいい。確かにね、直接見せるってないもんね、護国神社はね。直接見せれる、神田明神みたいな感じじゃないからね。最前の方とかめっちゃ近くで見れたんじゃない？ユーナの振り袖キラキラしてて可愛い。なんか黒で落ち着きがあるけど、なんかちゃんと華やか、可愛い。オンナーズ。あなたもだけどね。かわいい、タツ三人集まってんのめっちゃかわいかった。
なんかめっちゃ難かったんだけど、めっちゃ難かった。でも、まあ、これだったらいけたなっていうのもあった。人が弾いたやつで。難しかった。めっちゃ難しかった。そう、なんかね、めちゃくちゃ簡単なやつと難しいやつが混ざって入ってたらしくて、でも割とメンバーが弾いたの難しいのが多めだったっぽい、うん、1個目から難しくない？8のつく単語って何があった？何があった？ 8のす、8、ずっと考えてたけど分かんなかった。鉢植え、あー確かに、鉢巻き、あー鉢王子、え確かに、あー言われてみれば鉢子、おー確かに、こっからめっちゃおもろかったな。歩いてる鉢、もはや意味わかんなかったよ。着物着てる蜂ってなんだ。めっちゃ面白かったな。いやでも思いつかない。今言われて初めてあーってなった。蜂の一日。めっちゃ難しいよ。だって今出てきたやつでもさ、蜂個もなくない？なかったよね。8個あげるは難しいよ、うん、確かに早かった。これ結構ね、偶然その県外メンバーが多かったの結構ヒントだったよね。逆に1個出なかったの何？兵庫？兵庫が出なかったのかな。あやかにさん？兵庫が出て全部だったのかな。あ静岡、あ現役メンバーの話。歴代メンバーかと思ってた。あ静岡か、あそういうことか、現役メンバーか。あ、じゃあ現役メンバーって、そっか、歴代だったら持ってる。そうだよね。確かに、富山もそうだ。でも現役メンバーでじゃあ今9件いるってこと？確かに卒業メンバーで言ったら北海道も入れていいんだ。ミリー、ああそう、確かに現役メンバーか。マナのも難しかった。四字熟語これめっちゃ難しかった。今はね54分3、40秒ぐらい、マナの MC のとこです。
一石二鳥宿泊。ああ確かに四面楚歌。おお一面入庫は違うだろう。十人十色は確かにそうだ。え、これも私無理だった、絶対できなかった。めっちゃ面白かったなこれ。わかる、さすがすぎ、うん、いやでもマナから2つ出てきただけでもさ、ねえいい方じゃない。100発100中。お確かに、うん、あ気づいてた、そう3番5番って言って私も3番5番行ってみたよ。七転び八起きも四字熟語じゃ、確かにそうだわ。そもそもね、いや絶対私も思い浮かばなかった。30個もあったんだ。私これだったら絶対いけた、これだったら絶対にいけた自信ある。やっぱ県外だと難しいよね。私は生まれも育ちも新潟なので、これは絶対余裕でいけたと思う。めっちゃ面白い、エチゴン。スミカ、スミカっていう言い方もめっちゃ面白いけどね。あ合併前、あ私はもう何が合併してて何が何なのか分かんない逆に。アガが出ね、分かる思った、そんな早くにアガ出てくる方が結構すごいと思うんだけど、すごいアガの死と阿賀町か、市町村だから阿賀でも丸なんだねきっと。阿賀は阿賀町で、阿賀のだと市になるね。いや彦村確かに、あでも大人の人ほどそうかもね、豊坂白根新津はそうだね、秋葉区とか豊坂は北区になるのか、白根は南区だ、確かにね。大人の人ほどそうかもね、その都市名なんていうの、地区名で出てきちゃう。うん、途中、うん、途中も長岡の認識、私は。
十二星座顔いいリアクションする、ほんと。え、ねえ、なんかさ、このさ、十二星座のさ、なんか歌知ってます？私頭がわかんないんだけどさ、なんとかなんとか、そしてヤギ座みたいな、獅子座に乙女座、天秤座みたいなさ、あの歌知らない？それがさ、この前のさ、あの思い出いっぱい公演で、あのマナ王とかさ、あのサーヤ王とかやってた時にさ、あの星座まで答えろみたいな問題やってたじゃないですか。それでさ、なんか星座の歌思い出したんだけど、そう、え、誰か知らない？この曲、なんかハッピーバースデーって最後終わるんだけど、そう、それ知ってればね、そうできるけど、私も覚えてないの。これ聞いてください。なんでこれを見てみんなが爆笑したかっていうと、実はリハで弾いたの、これ。なんかリハでね、弾く、なんか1枚弾いてみようみたいなのがあって、リハで1枚弾いたのがこれだったんですよ。だからそのリハを受けて、ちょっとめっちゃずる賢いけど、リハを受けて調べてれば絶対に答えられたんだけど、そんなずる賢いことしなかったから、ちょっとあの分かんなかった。そう、リハの時点でさ、調べておけばよかったよねって思った。本当に。でも本当にわかんない。私地理めっちゃわかんない。県庁所在地ハルチュンできる？そうなの？あ、聞く人間違えたね。できるんだ、ハルチュン。すごい。わかんない。あ、うん、そう、わかんない。で、横浜、違う、神奈川、神奈川とかもあったね。神奈川も横浜とか。そうだよね。いや、あのね、出てこない、ほんと。難しい。愛知や名古屋、あー確かにそうだね。埼玉もそっか、違うのか。難しいよね。ね、これずっとルール理解できなかった。うん、なるほどね。
なるほど。めっちゃおもろ、さすが。確かに嘘つけなさそうな人が多い。面白い。あ、じゃあこの今の現時点ではレイちゃんが一番強いってことなんだ。ゼロがあれば強いってことだもんね。現時点ではレイちゃんが一番強いけど、こっからその騙し合いで引き直したりとかしてっていうことだよね。あ、理解した理解した。面白い、確かに見てると面白い。これめっちゃ面白いね、見てると。これさ、でもこんだけ人数いたら大体予想つかない？だって1の人がいて、なんか2はないけどみたいな。でさ、やったら大体さ、残ってる数字のこと考えたらさ、分かりそうだよね。あ、2はリリーノがいたのか。3がいないんだ。4がユーハで。そうだよね。めっちゃ面白いな。
の意志が強い。面白いこれ。面白い。全然見てなかったからルールがさ理解できなくてさ。そう。れ面白い。難しいね、これ。8人になりそうな質問。ゆめちゃん、くじだいちだ。そうなんよ。高いんよ。8人になりそうな質問ってなんだろう。わかる、絶妙だよね、8人って。AB 型とか少なそうじゃない？でもどうだろう？ NGT でさ、あの人数で NGT に AB 型めっちゃいるんだよ。それを好む人たちも実は AB 型が多そうじゃない？わ かんないけど。これめっちゃ面白かったな、萌ちゃん。歌ったことある？おー、嬉しい。ありがとうございます。それなんかさ、気持ちの問題みたいなところない？ おかずなしで白いご飯3杯って。もう、そうしなさいって言われたら別にできないことでもないじゃん。気持ちの問題じゃない？結構。行こうと思えば行けるけど別にやろうとはしないみたいなさ。実績があるかどうか、それはあんまいなさそうだけどね。今1時間14分50秒ぐらい。50秒もいってなかったかも。50秒もいってなかった。確かに塩がいいな。塩で食べたい。塩で食べたい。
と増やした。6か8かの公演ってことだよね。怒られてる先生みたいなの忘れてあげて。すごい。でも7人いたの。でも食べたい、マリナさんのおにぎり。でもゆめたんのおにぎりも食べたいんだよな。さあ、すごい。でもさ、私も出てんの全部実は。私も実は全部出てるんだけど、あのいると思うあれ今日もまた来てるっていう人いるんだよね、お見送りで。そう、もう毎公演必ず来てくださってる方いるんですよ。そう、すごい、ありがとうございます。で、私もここまで皆勤賞だったんですけど、13出ないので。いつからずっと出てんだ。クリスマス前、クリスマス前からずっと出てる私全10公演ぐらい連続で出てんだっけ私今。そう、クリスマス前からずっと出てて、やっと13で一旦途切れます。13年丸取り出るので、そこへ出られなくって。そうなんですよ。行きたいですよって何おかげでこのルームでコメントするまで、ありがとうございます。いや、思った、私ここ数日毎日配信してるけど毎日来てくれてるって思ったありがとうございます。そうね、やっぱ当日券があるからこそ、こうなんか全公演入るっていうのが実質可能になったよね。そのさ、当日券をさ取れるかどうかは置いといて、可能ではあるんだよね。それが大きいよね、全公演入れるようになるの。抽選だとどうしても落ちちゃうとかあるもんね。わ、え、多そう。普通に多そう。あ、当日券チャレンジ。いやでも、うん、昨日は当日券そんなに多くなかったんじゃないかな。当日券で来てくださった方は何人かいらっしゃったけど、うん、あ、意外といないんだ。意外と少ない。そうなんだ。ああ、
だから意外なんか結構見かけるイメージあるけど意外と少ないんだね。これ面白かった。結構悪い。みんな目悪いんだね。みんな結構目悪いんだ。だってさ、メガネの方多いもんね。メガネの方多いもんね。でもまあそこでメガネじゃなくてコンタクトつけてるかどうかっていう話なのか。ちなみに私は今メガネつけてて、まあ普段コンタクトなんですけど、私はマイナス 1.75 とマイナス2です。あ、逆、マイナス2とマイナス 1.75 です。はい。だからメガネとかコンタクトつけてるけど、そんなすごい悪いわけじゃないです。え、そう、でもつける必要ある。つけてないとゆめたんかどうか識別できない。ゆめたんかどうか識別できないから、やっぱコンタクトは必要だよ。そう、いらなそうに聞こえるけどね。なんか多分マイナス5とかの人からしたらさ、マイナス 1.75 とマイナス 2.0 はそれいらなくないって思うかもしんないけど、ね、見えないないと。で、文字とかはまあ頑張れば読めるけど、読めたんかどうかはちょっと分かんなかった。できなかった。マイナス 1.25 とマイナス 3.2、 え、結構左右差あるね。それすごい、結構左右差。そう、でも全く見えないわけじゃないから、なくても歩けはする。なくても歩けはする。ものはわかるけどみたいな感じ。そう、いや難しいね、このぴったりのやつね。わ、来るぞ来るぞ来るぞ。みんなこの時何が来るかわからなかったけど、来るぞ4期が。もうね、このね、出はけから超練習してたの。もう曲振りのどうぞって言われてからダーって位置につくまでの練習とかも5回、いや絶対それ以上やってた。これさ、劇場の人たちはさ、入ってきた瞬間にさ誰だってわかるかもしんないけどさ、 DMM だとさ最初足元しか映んないからさ、え、ニキってなるよね。でもだってさっきゆめたんもひのもななみもいたよみたいに。DMM で、DMM だってDMM で見てたら絶対わかんなかったよね最初。でもね、あの本人たちは声が若いって言ってました。もう声がニキじゃないって言ってた。若いらしい。確かに人数多いね、今の2期と比べたらね。すごい、本当にみんな本当よく頑張った。しかもさ、だってこの日だけでリハ何回やってたんだろう。3回は絶対やってるね。5回くらいやったんじゃないかな。自然渋滞だけを1日にさ5回ぐらいやるってしんどくない？本当に。もうしかもさ、リハからさ本気でやらないとさ、先輩たちも見てるしさ、なんかもっとこうした方がいいって言われるからさ、手も抜けないじゃないですか、リハだからって。
いや、本当にね、大変だったと思う。でもすごいよ、ちゃんとね、本番にね、練習してきたものがちゃんと出せてるから。もしかしたら本人たちは納得がいかなかったかもしれないけど、練習ではできたのにみたいなところがさ、あったかもしれないけど、でも見てたらわかんないもん。もしそういう部分があったとしても、練習はなんかそれ以上にやってたからこそ、もし間違っても見てわかんないぐらいだったって思った方が本当、そう。だから本当にすごい。頑張ったね。しかもファンの方も赤白にサイリウム変えてんのがすごいよね。対応早い。おっさんわかんないからね、まだね。対応早くてすごい。すごーい。頑張りました。あ、次私たちです。 いや、なんかこのさ、4期の若々しい初々しいところからのね、出るのちょっとなんかすごい気まずかった。 ちょっと気まずかった。どうしようもない人たちって言わないでよ。そうなんだけど。 そうなんだけど。432と来て2、確かにね、まだ2でした。よかった。もうさ、この2人しかいないからさ、オリジナルの振りができなくてさ、ヒラメロのところとかもうほぼオリジナルじゃない。コンサート用に作ってもらったやつだね。そう。もうサビしかオリジナルと一緒じゃないから。かいりちゃんターンした時イヤリング飛びました。 まだ今片耳ついてるけど、途中でもう片耳も取れます。今もうなくなってた？早っ。 すっごい吹っ飛んでった今。 すごいスピードで飛んでいった今。 なんか日野があの別の時に拾ったって言ってた。
多分さ、私とさ、カイリーの踊り方って同じ振り付け踊ってるけどさ、二人で全然踊り方違うじゃないですか。カイリー首めっちゃブンブン振るタイプの踊り方だからさ、多分イヤリングめっちゃ取れやすいんだと思う。しかも重たい、多分あのイヤリングめっちゃ重たいからすごい取れやすかったんだと思う。私はイヤリングの代わりにネックレスなの、だから取れることない、もともとつけてなくて取れることないんだけど、そう、多分私の踊り方だったらイヤリングでも取れなかったかもしんない。カイリーめっちゃ首振るから耳たぶは分厚い。あー、そっかそっか、それもあるよね。確かに私はめっちゃ薄いです、耳たぶ薄いからすぐ痛くなっちゃう。はいはい、エモいはい、エモい。なんかさ、なんだろうね、もうこの出てきた瞬間の風格が違う感じわかる、出てくるだけでもうそうなの。なんなんだろうねこれ、もう風格が違うんですよ先輩方は。ここ 2A の歌わりてか2番の歌わりめっちゃ好き。一人ずつタッチしていくやつ、このタッチする振り付けがめっちゃ好き。ここね、この後ね、絶対諦めるなのところね、いつもリハの時なんかマッチョポーズしてんです先輩方。もうこれツアーの時からそうで謎のマッチョポーズを毎回やってるんですけど、この日前日のリハの時4期生が見てたの、鏡のとこで4期生が並んで先輩たちのパフォーマンスをこうやって見てたの。なんか1期生のパフォーマンスなんてさ、もううわーってなりながら見るわけじゃないですか。私だってそうよ、うわーってなりながら見るんだけど、先輩たち4期生の前でもブレなくってマッチョポーズしててそれを見てた私とダンスの先生でなんか、うん、ブレないねって言ってためっちゃ面白い。あ、ここギチギチポイント、最終的にはこの 2-2 で別れたけど、リハでこれギチギチに4人で並ぼうとしてたやつ。それでも良かったけどねギチギチポイントでもめっちゃ良かったけどね、絶対可愛いからもう本当になんか4人並んでるだけでエモい。そう、でも4期生の前でもマッチョポーズしてたのめっちゃ面白かったなそう、マリナさんとミハルさんが座ってるところに4人で座ろうとしてたかわいい。
なんかこの後にどうしようもないこと出てきたくなっちゃう、ツアーの癖で。なんか勝手に脳内再生されない、どうしようもないことが。あ、そう、できるの。コンサートでやったから。何百年に一度近づく惑星。確かに10人でキスチをやってんのも久しぶりなのか。2番の振り付けめっちゃ可愛い。なんかでもさ、大人っぽくなったよね。みんながさ、そのキス調をさ最初に披露した頃とさ比べて、すごい全員が大人になった感がある。いっぱいね、経験値を積んでね。かわいい、めっちゃかわいい。いいね。5年後、うん、5年後ね。確かに。あ、ドローン来た。しれっとはるかがいるやつ。
しれっと。2番、うん、フルのドローンってさ、なんかあの春祭りみたいなのめっちゃ思い出すんだけど。撮って出し写真にハルルいます。間に合ったんだよね。そう、撮影に間に合った、写真集合撮影の時に間に合ったから、衣装はとりあえずみんなと揃ったやつを着てるけど、出られない想定でリハやってたから、ここからしかいなかった。ねこれほんと最高なんだけど、サーヤを促す。もう一回やりたいな、ドローン。タンタタンタンタン。1回しかやってないのにさ、よく覚えてるよね、ドローン。またやりたいな。折り面じゃないけど。やったのはクリスマス公演、昇格発表のあったクリスマス公演の時だと思う。それ以外にどっかやったっけ。ちゃんとね、エンジンの時にはいたはずなんですけどね、この人。エンジンの時にちゃんとキャッチフレーズはなしでって言ってたはず、ただの話聞いてない人です、これ。ただ話を聞いてなかっただけです。
ななみの突っ込み方めっちゃ謎なんだけど。斬新な突っ込み。ええやんええやん、雑。すごい雑だった。面白い。いやなんかさ、その昨日も言ったけど、やっぱその2期ドラ人数がどんどん少なくなっていって、全員でいる時間がすごい増えたんですよ。でもやっぱはるかはさ、その2期ドラの中では年少だからさ、なんかもうみんなの妹、みんなでいじるみたいな流れがすごいあって、そう、みんなの妹ですよ、みんなのいじられキャラみたいになってる。確かにね、はるかがしばらく公園出られない間にマナとサヤがいなくなってるって感じだよね。本当、確かにそう思うと、こうやって2期が揃ってんのめちゃくちゃもう貴重なのかも。もう多分揃うことないね。そっか。いや2期生5人になるって結構びっくりだよね。ここでね、カホが多分イヤリング1個拾ってくれてたんだよね。はるかの舞台に行って発表して、あ、本当に？そう、昨日その話してた。そうなんだよ。泣いてたって、まるでその場にいた人かのような感想を言ってしまったの、本当に反省してるんですけど、違うんです、ただのオタクです。まるで一緒に出てたかのような、泣いてたっていう言い方だったんだけど、ただのオタクです。あー、泣いてたなーっていう。しれっと一期生の立場で言ってるみたいに見えちゃった。すごいね、4期生この日だけで3着衣装着てるから。そう。めっちゃ初々しいよね、マイクオーでマイク離しちゃう。めっちゃ初々しい。なんかさ、頭1個分ぐらい違うんだけど、ここじゃないわ、私の身長が。頭抜ける。ねえ、キャッチフレーズ本当にみんな凝ってる。これさ、もう全部言ってんのよね。全部キャッチフレーズ言ってんの先に。面白い。なんかさ、その後にのさ、言い方がすごい関西弁、関西感伝わる。
そう、イントネーションが、あ、関西の子なんだなって感じするよね。わかる。このなんだろう、意識してない瞬間がめっちゃユーナなんだよね。そうなのよ。みんな身長4期生は結構低めなんだけど、年下の子ほど身長が高いのよ、すでに。そう、葵ちゃんもまだ15歳だけど、割と多分4期生の中では真ん中ぐらいの子だから、絶対これから伸びるじゃん。で、最年少が恐ろしいので恐ろしいのは最年少のゆあちゃんで、すでにでかい。13歳で結構、そう、4期生全体的に身長が低めだから、そう、分かりづらいけど、ゆあちゃん13歳でこの身長だから、絶対これが伸びんのよ。そう、だからね、伸びるよ絶対これから。そう、みんなちっちゃいなって今は思うかもしんないけど、絶対伸びる。いや、ゆあちゃん絶対伸び、170ぐらいいきそうな感じしない？もうだって160ぐらいありそうだもんね。最年少に見えないんだよな。すごい堂々としてて大人っぽい。好きそうみんながこのキャッチフレーズ好きそう。でね、意外とね、このズッキュンの瞬間にね、4期生もちゃんとみんな倒れてて、その倒れ方に個性が出てて面白いよ。うわ、なんだっけ、耳ボイスでズッキュンって、もう覚えてないんだけど、そんなのもありましたね。なんだっけそれ。
これさ、すごいさ、めっちゃ迷ったんだよね。以上4期生13名ですって普通に入ろうかさ、でもなんかどうしようって思って入れなかった入れなくてマリアさんに振っちゃった普通に多分この間の間に言えたんだよねこの間の間に絶対に言えたけど、ちょっとなんかおーってなってたから黙ってみた。いつも4期生隣マリナさんと私のマジョと、いや本当にそれはたまたまだと思う多分わかんないけどわかんないけど狙ってやってるのかなどうなんだろう。いやすごいよセンター、ほんとすごい、めっちゃうまかったもんねダンス。なんか4期生って結構もうすでに個性豊かな子が多いじゃないですか。なんかその中でナナちゃんってなんかそこまでこの個性がまだはっきり見えない感があるの私の中では。でもなんかそのセンターに立った時のそのまだ何にも染まってないセンター感がめっちゃいいなって思ってて、そうなんか4期生もすでに結構個性豊かだけど、あえてその個性のないっていう言い方も変だけど、まだ見えない、個性がまだ見えない、何にも染まってない子がセンターに立った時のそのなんか爆発力みたいなのがめっちゃいいなって私思って、そうなんか何が決め手でセンターに選ばれたかとかはちょっと私は正直わからないんだけど、そうそのまあさ、初めてこう序列みたいなのが決まるわけじゃないですか、こうやってパフォーマンスするってなった時に。でその決め方はさ私は分からないから、どう決まったのか分かんないけど、そうでも本当にまだ色が全くない状態のセンターであれだけのなんかパフォーマンスができるのがすごいなって思って、そうめちゃくちゃこれからが楽しみですね。逆にこうこれからだんだん色がこうついていくのがちゃんと見えるじゃんきっとね、それがすごい楽しみだなって思います。これめっちゃ面白かった本当に。しかも私野球見ないからこれが上手なのか何なのかも分かんなくて、ただただもうすごいなって思った。あの本物が分からない。地声で行くあたりがめっちゃ面白いんだよな。そう、わかんない。でもこの堂々とねやりきるところがめちゃくちゃいいと思う。ほんと。みんな推し面見つけた？みんな推しは見つけたか？もう。楽しみだな。みんなが4期生ってなるのが。今はね、まだね。こんな全員のキャッチフレーズなんて覚えられないよとか言ってるんでしょうけど、言ってるんでしょうけど、みんなはすぐ染まるんだからそうやって。
いや、そう言ってみんなはもう十分3期生の虜じゃないか 十分3期生の虜じゃないか。楽しみですね。なんか、あ、そっちに行ったんだみたいな楽しみ。でもやっぱりさ、応援してくれる人がいないと頑張れないからさ、4期生のことは応援してあげてください。超久しぶりにオリジナルのとこ入りました。あの別、もうね、リハの時ね、めっちゃ混ざって大変だったの。なんかさ、真ん中ってもう全く別の動きしてるじゃん、あの別のセンターって。だから混ざらないと思いきや逆に混ざった。めっちゃポジションなのにさ、もう真ん中踊る方が慣れちゃってさ、大変でした。踊った回数で言えばセンターが多い。多いかな？もう超えた？自分のオリジナルのポジション。いやでも超えたかもな。あ、ほら見て、今もまた間違った。ここめっちゃ綺麗。昔からを綺麗。この衣装ってこんなにいっぱいあったんだっけ？本当に未だに信じられないんだけど、こんなにいたっけ？アルバムリリースした時。今までさ、センターとさ、自分のオリジナルのポジションとさ、30日に出たポジションとでさ、あの別3ポジやってるんだけどさ、全部さ、この2サビのここの振りが全部違ってだった。忘れちゃったこのポジションが久しぶりすぎて、はるかを真ん中に入れてあげなきゃいけないのに、はるか入れる前に閉ざしちゃってごめんはるかってなった。わざとじゃないよ。普通にほんと間違った。あとさ、ツーツーツーってこれやっちゃう。真ん中の人だけこれやんのに。もうここまで1個の振りになっちゃって間違いそうになった。
ここね、間違ったの最後見て。こうやってやっちゃった。本当は涙出そうだからやって、真ん中の人は普通に涙出そうだから、この一肩回してしまった。一肩回してはっってなったの。ここだけ間違った。本番はね混ざんなかったんだけどね、これだけ混ざっちゃったんだよね。ほんとさ、同じ曲やらないでほしい。通常公演と同じ曲混ざる。で、渡り鳥はねあんまりオリジナルと変わってないから、いつものポジションがそんなに混ざるとかなかったけど、わかる。渡り鳥この人数でやるのめっちゃ迫力あるよね。めっちゃ人数多いわ。これすごい、ここが一番迫力ある。多いね。なんか普段思い出いっぱい公演10人でやってるからこそすごい多く感じるね。ラッサビもめっちゃ迫力あると思う。振り付け的に全員でやると、わー綺麗綺麗。綺麗、めちゃくちゃ綺麗。おー、多い人が。すごい、めっちゃいいね。かわいい夕飯、かわいい。めっちゃ面白い、ほんと。
同じ属性でしょ、私とユーハ。絶対にそうなの。50年ってやばい。50年先まで応援してくれてるファンの人いるかな。私でさえも危うい、私でさえもこの世にいるか危ういレベルなんだけど、50年先って50年今いて50年先まで応援してくれてるファンの方いるかな。そう、寿命的な問題。最後の曲って言わんのかいって感じだったでしょ。だって最後の曲じゃなかったんだもん。すごいなんか終盤に差し掛かっていますって言ったら、おみたいなリアクションされて最後じゃないんだみたいな、最後じゃないよって思った。でもここで最後まで楽しんでいきましょうって、えみたいな空気感だった。すごい。そう、やっとちゃんとセンターやりました。そう、イントロからセンターやったことなかった。あ、やったことあるけど、1から最後までセンターはやったことなかった。そう、煽り散らなかったり、サビ横一列にならなかったりっていうセンターはやったことなかった。心に対応、いつもなんか特別バージョンだった。ここ全員で踊ったの。これね、めっちゃ練習したよ、本番前。すごい合わせたんです。これ全員で踊ったの、めっちゃ良かった。このサヤのキャッピ抜かれてんのめっちゃいい。何年経っても全力でやる人たち、 NGT48 いいこと、めちゃくちゃいいこと。絶対に手を抜かない先輩たちが。でもなんかその NGT48 って各機が絶対に通る道じゃないですか。なんならお披露目で通る道じゃん。でもやっぱさ、
着ごとに振り入れしてるタイミングが違うから若干振りが違くて、でなんかなんだっけな、あれはおにぎりことぶきんや、ラーメン南はそこ、いきな新潟ミニティ以上い、うんってうんってなんか上に上がってたんだって、ニキドラで。これをダンスの先生がマリオがいるって本当はなんか上上がんないでこのまま中に入るんだけど、ニキドラがなんかプンって一回上上がってからこうやって入ってった、そういうニキドラの癖っていうか多分そう教えられたんかな、わかんないけど私もやってた。それでここマリオやらないよって言われてたそう、着ごとにね若干やっぱ振り入れのタイミング一緒にはやってないから、そう若干違うんですよね振りが。だからマリオしないでって言われました。なんかいいねこの人数でやってんの。いやこのなんか劇場にギチギチな感じ懐かしい、すごい。すごいいい、懐かしい。嬉しいね、なんかこんなにメンバーがいっぱいいるの。でやっぱさっきのさ4期生も自然渋滞じゃ笑顔はさなんか出せないから、出せなかったから、もうこの曲でもう笑顔をいっぱい振りまいてほしい、本当。ね、みんなめちゃくちゃ頑張ってくれてたからよかった。まだね、でもこの移動した後がさ一瞬巣に戻っちゃう感じがすごい初々しいよね。これからきっと成長していきますよ。そう思うと先輩たちって移動してる瞬間とかも絶対もう一生笑顔のままだもんね。やっぱそこがすごい経験値の差なんだなって思うよね、うん、もうさ NGT48 終わりにこれ言わせんのをやめてほしいんだけど息吸うところないこれもちなみにアドリブこれもアドリブだから、なんかみんなミユが卒業発表するかと思ったって言われたなんかの時待ってん。しかもほらこれアドリブだからよろしくお願いしますバラバラごめんね本当にみんな、私のせいだよ全部アドリブだからそう、でも卒業発表すると思われたらしい。でなんか卒業発表した体にされて、その後楽屋戻ったら卒業発表した体にされて寂しいよーとかって言われてめっちゃ面白かった。誰がいたんだ、あの時スイスイとナナミだった気がするんだけどな、ナナミ、なんか誰かもう一人ニキドラがいたんだよね近くに。そうスイ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 しか覚えてなかった。で誰かにミユが卒業発表するかと思ったって言われて、その後寂しいよ10月までよろしくねとかって言われて、すごい妙にリアルな10でも長くない？1月に発表して10月は結構長いよ。でも謎の10月ってすごい妙にリアルな日付出されて面白かった。初めての DMM コメントですよ4期生。めちゃくちゃ困ってる。顔がいっぱい。
これもアドリブですこれもアドリブですよろしくお願いしますと、以上 NGT48 でした。もう何にも打ち合わせなしで言わせました本当にみんなありがとういつもこんな感じだよいつもこういうの大体アドリブでやってるよ全部。はい、というわけで終わりましたそう、よろしくお願いします、アドリブ多めだからね。みんなだからちゃんと聞いてくれて、合わせてくれて、私の勝手に本当にこちらがありがとうございますですよ。はい、というわけでありがとうございました。皆さん一緒に付き合ってくださって、いや嬉しい、周年公演みんなで見れてよかったし、本当にね、改めてだけどこうやって10月までなんて聞いてない、あれ卒業発表のシーンどこかにありましたっけ、おかしいな、私だけ見てないの、当の本人が知らないいやでも本当にね、こうやって8周年迎えられてるのは応援してくださってる皆さんのおかげですので、本当にそ、ね、8年前から応援してくださってる方もそうだし、最近応援してくださってる方もそうだし、本当にね、一期生の皆さんはじめみんなのおかげで迎えられてる8周年ですので、なんか改めてね、すごい、まあ自分がキャプテンでもありますし、なんかこうやって、ね、卒業する程度喋るのやめてよ、ほんとコメント欄が卒業発表しましたって書いてあるやつじゃん、そのコメントはさっきの公演で卒業発表しましたってこのテロップに書いてあるタイプのコメント欄じゃん、これ生誕やるよやらしてよ、卒業シングルはいただけたら嬉しいですね今までありがとう、まだ早いのよ、10月までだったとしてもまだ早いのよやめて、真面目な話しようとしてんのに心にぽっかりと穴が開いた、それを4期生で埋めんだろうがもうふざけないでよふざけないでよふざけないでよ私に真面目な話をさせてやめないで、誰がやめるって言ったのよ心置きなく教えんできるね、うわ最低、ほんとほんと最低そうか、教えんしたかったのかいやでもほんとになんかその周年迎えて、もう先輩一期生もね、なんかもう4人しかいなくなっちゃったけど、でもこうやって続いてるのは1期生もう卒業したさ、1期生含めてさ、こう1期生がこうやって紡いできたものなわけじゃないですか。だからね、それをなんかキャプテンとしてちゃんと大事にしなきゃいけないなって思うし、なんかそのさ、大事さを私はね、途中から入ってきた人間だけれども、でもその途中から入ってきた人間だけど、そのさ、大切にしてきたことはさ、ファン目線ではあるけどさ、ちゃんと分かっているつもりだから、そう、自分がいなかったから知りませんじゃないから、そうちゃんとその先輩たちがこうやって受け継いできたものをちゃんと大事にして、でその時代を知らない後輩たちがもう入ってきてるわけじゃん。だってさ、 NGT48 が8周年迎えて13歳の子がいるんですよ、5歳NGT48 ができた時5歳だよ。そりゃあね、そんなさ、子にさ、その NGT48 の歴史がどうとかなんて言ったら分かんないよ、そんな5歳の記憶なんて。そうやってでも今後後輩が入ってきたらさ、もう
歴史を知らない後輩たちが入ってくるわけじゃないですか。そう。でもそれをさ、ちゃんとその受け継いでいかないとさ、その自分たちがいなくなった後の人たちってもう本当に何も知らない人たちになっちゃうから。そう。だからね、ちゃんとなんかその8年の中でも6年は自分がちゃんといた期間であるから、その期間の中でちゃんとさ伝えられるものって、自分の言葉で伝えられるものってあるし、そのいなかった2年間に関してもメンバーとしてはいなかったけど、ファンとしてはいたからファンとしてはいたので、そう、それはちゃんと伝えられるものがあるはずだから、その今後もっともっと NCT48 が、まあ、50年先まで続いてくれたら嬉しいですけど、でもそうなるために50年と言わなくても今後続いていくためにはちゃんとなんか伝えていかなきゃいけないことって絶対にあるし、そう、なんか私がやらなきゃいけないことってきっとあると思うので、9年目もキャプテンとして頑張りたいと思います。はい。でもまあ去年の目標じゃないですけど、去年に引き続き背負いすぎずに楽しくやらせていただきますんで。だってもうこのさ、アドリブ具合自由にやらせてもらってる感がきっと伝わっているでしょう。こんだけ自由にさせていただいてます。すごいみんなのこと振り回してます。はい。でもみんながついてきてくれてるので、今後も自由に頑張りたいと思います。50年後もキャプテンはだいぶ迷惑じゃないですか。だって50年後私73歳だけど、73歳のさ、おばあちゃんがキャプテンはさ、すっごい足引っ張るじゃん。さすがに居座りすぎだって。それ困るよ。立ち位置間違えるの前に覚えてたとしても動けないよ。その曲のさ、このタイミングで動きますよ、もう立ち上がる、よいこらしょってなっちゃうじゃないですか。損で立ってって言われて立てないってなっちゃうから、50年後もキャプテンは無理だけど、それは無理、誰がどう考えたって無理だけど、でもちゃんとねこう繋いでいかなきゃいけないし、あとなんかすごい私嬉しかったのが、まあ、昨日8周年を迎えた時に卒業したメンバーがね、8周年おめでとうって SNS でなんか投稿してたのを見て、まあさ、当たり前と言ったら当たり前なのかもしれないけど、特に1期生の皆さんはね、そう、だって劇場デビューの日ですから、当たり前と言ったら当たり前なのかもしれないけど、でもなんかこう嬉しかったなって思いました。なんか卒業してもなんか NCT48 なんだなって思うし、思うし、なんかそのこれはキャプテンになった時にずっとすごい思ってたけど、なんか先輩たちがこうやって卒業した時に恥ずかしくないグループにしなきゃなって、それがなんか残されてる側の使命だなって思って、卒業した先輩たちがなんかその、元 NGT っていう言い方に誇りを持つって変だけど、でもなんかそういう言い方をして恥ずかしくないグループでいなきゃいけないなとは思うのね。そう、なんかその言い方に誇りを持たれてもさ、まあちょっと どうなのって思っちゃうけど、そう、でもなんかその名前すらも出したくないって思われちゃったら終わりだなって思うから、そう、だからなんか卒業したとしても私はこのグループを卒業したんだよって、なんか誇りを持ってもらえるようなグループであり続けなきゃいけないってすごい思うし、
もし自分が卒業した後もそういうグループであってほしいって思うし、だからなんか卒業した先輩たちが NGT だったんだよっていうことになんか恥ずかしくない、ちゃんと誇りを持ってなんかこのグループを卒業しましたって言えるようなグループでいられるように、うん、僕確かに学校みたいな、本当そんな感じ。そうだからそういうグループであり続けられるようにしたいなって、本当にそれはキャプテンになった時からというか、まあ先輩が卒業していくたびにすごいやっぱ思うんだよね。先輩だけじゃないけどさ、同期もそうだけど、卒業していくメンバーが増えるたびにやっぱりそれはすごく思うので、なんかその気持ちを大事にしたいなって思うし、なんかその先輩たちがいた頃の NGT48 とはやっぱりどうしてもどんどん変わってくるじゃないですか。メンバーも新しくなって変わっていくけど、なんかその変わっていくグループもちゃんと受け入れてもらえるような、今の NGT もいいよねって、なんか昔の NGT も好きだったけど今の NGT もいいよねって思ってもらえるグループでありたいし、その昔のことは知らないけど今の NGT48 が好きだよって、なんかこう最近 NGT を好きになってくださった方にもすごい NGT っていいなって思ってもらえるようなグループにはしていきたいなって本当に思うので、そのいつから NGT を応援してるかに限らず、これはその私個人に対してなんか昔から応援してるとか最近私推しになったとか限らずっていう話と本当に一緒で、なんかいつから NGT48 を好きになったかに限らず、本当にこう NGT を応援しててよかったなって、好きになってよかったなって思ってもらえるようなグループでありたいなって思うので、そうなれるように9年目も頑張っていきますので、皆さんについてきていただけたら嬉しいです。はい、頑張ります。じゃあ15分になったら終わりにしようかな。ありがとう、本当に一緒に見てくれて嬉しい。じゃあ先にランキングを読もうかな。ランキング読みます。13位ヒーローさん、ありがとうございます。あ、お、変わっちゃった、もう一回いきます。13位おたけさん、ありがとうございます。12位ふさくさん、ありがとうございます。11位トッシーさん、ありがとうございます。10位サバサンドさん、ありがとうございます。9位タカさん、ありがとうございます。8位アスリートさん、ありがとうございます。7位ダイバーさん、ありがとうございます。6位アルニストさん、ありがとうございます。5位トシさん、ありがとうございます。4位スーさん、ありがとうございます。3位ウルトラナナさん、ありがとうございます。2位ホッシーさん、ありがとうございます。1位のサラさん、ありがとうございます。さあ皆さん、とあること忘れてませんか？とあること忘れてませんか？いよいよ明日からNGT48 の新潟スイーツ部が始まります。いやいやいや、ちょっと私はお仕事でその大事な撮影があってちょっと新潟にいないっていう、ちょ新潟にいなくて、初回私なんですけど、明日の10時からですね、初回私なんですけれども、肝心の私が見られないっていう、はい、見られないんです、私も。そう、新潟にいないんですよね、まさかの。なのでちょっと私も見られないんですけど、初回から悲しい、見たかった、できない、見られないんですけど、ぜひ見てください。明日10時から BSN さんで放送されます。嬉しい、本当にたくさんの方に見ていただけると嬉しいなと思います。どんな感じなんだろうね、始まるの。え、めっちゃ楽しみ。なんで見れないの？めっちゃ見たいのに。私が一番見たいに決まってる。ちょっと私は見られないんですけど、皆さん、新潟の皆さん、ぜひご覧ください。
頑張ります。じゃあまたね。ありがとうございました。おやすみ。